大山綱正大山綱正から1934年10月18日は、日本の官僚、政治家、警察官、陸軍軍人、貴族院議員、近景官志向、四県の知事を務めた、陽明、勘介、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在にした村で、鹿児島藩士、大山元武県の長男として生まれる、1875年、 警視庁13党出資となる。1877年、陸軍中尉に任官し西南戦争に出生。階級は、陸軍憲兵単位まで上り、一等警視補に転じた。ついで、農商務省に移り、県省書機関、書機関、参事官、公務局次長、商工局次長、県内書機関を歴任。1896年8月、佐賀県知事に抜擢された。 1903年2月、山梨県知事に移動。1905年9月、長野県知事。1911年7月、岡山県知事を歴任。1914年4月7日、近景観志向を仰せつけられた。1919年1月、貴族院議員に直選され、公有クラブに属して活動し、死去するまで在任した。前妻の境は建築家。 山下慶次郎の姉、五歳の徳は慶次郎の妹である。ありがとうございます。